皆さん、動画見ていいと思ったらチャンネル登録、いいねボタン、そしてよかったらコメントよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。皆さんこんにちは、菅崎一です。こんにちは。今日もライジン33の試合解説をやっていきたいと思います。まあ、今日は皆さんがお待ちかねのライジンバンタム級トーナメント決勝の試合解説、深掘り解説をやっていきたいと思います。まあ、僕もねこの試合にはめちゃめちゃ注目してたんで、深掘り解説しっかりやっていくんで皆さん楽しんでみてください。ね、それ以外の動画は今までどんどん上げていってるんで、まだ見てない方は概要欄に貼っておくので皆さんよかったらチェックしてみてください。ということで会長、今日も司会進行よろしくです。はい、よろしくお願いします。はい、そしたら、バンタム級トーナメントのいよいよ決勝の戦いなんですけど、うん、朝倉海選手 VS 荻窪選手の試合を振り返って、深くプロの目線で解説してもらいたいと思います。まあ、この試合自分もしっかり見させてもらって、まあ、今日はこの試合についていろいろ語っていけたらいいかなと思います。まあ、これね、お互い準決勝で試合して決勝なんで、お互いダメージ負っている状態での、まあ、決勝になるので、まあ、その辺がどういうふうに働いてくるかっていうのもあのポイントの一つで。なるほどですね。なんかこれで、まあ、実際はなんか朝倉海選手が怪我してたみたいなことをなんか SNS 上でちょっと見てんけど、まあ、そこはもうあんまり僕も真実かどうか分からない部分があるんで、そこは省いて話させてもらいます。はい、まあ言えてもそれも含めてのトーナメントなんで。そうやな。でそれで試合できへんかったらリザーバーが上がるっていうだけの話だから。確かに。じゃあそこから始めていきます。はい、まあ、1ラウンド前回ね、これ朝倉海選手と荻窪選手が試合して、朝倉海選手が勝ってんねん。それは何でかというと、朝倉海選手の打撃を荻窪選手が結構ビビってたような印象があって、まあ、そこで打撃でやられてしまったっていうのがあってんけど、俺はあの試合に関しては荻窪選手が勝つと思ってたし、まあ、普通にしっかり打撃に対してビビらずに自分で強気に対峙したら荻窪選手が勝つのかなって、2回目するとしたら、まあ、そういうふうにも思ってたから。で今回蓋開けて見てみると、荻窪選手はやっぱ冷静やねん、打撃。ちょっとあんましゃべしゃただ食べなくて、真剣にしゃべるからちょっと言える、ちょっと気になるけど、で実際この試合を蓋開けてみると、荻窪選手は朝倉海選手の打撃に対して冷静やねん。それは冷静でやっぱ前回と違うなっていうのは思って、でそれ準決勝の試合の時も荻窪選手は井上選手に、井上選手も打撃できるけどしっかり冷静に対応してたから、あ今回は違うな、荻窪選手の強いところが出るのかなっていう、そういう印象はあってんな。で実際荻窪選手はカーフの蹴りとか使いながら、やっぱ朝倉海選手は堀口選手にカーフでだいぶダメージ食らわされたっていう印象があるから、みんな基本的にはカーフ狙ってくるなって。ああ、なるほどですね。ほんで荻窪選手が早々にテイクダウンしたんかな、朝倉海選手を。でテイクダウンして、なんかそこでグラウンドコントロールしてマウントまで行って、で前回とは全然違うよな。でそこで朝倉海選手も立ち上がんねんな。でそこで立ち上がる朝倉海選手はやっぱそこのやっぱ自治からがあるなと思って、まあ、簡単にはつけさせてもらえないっていうところで、その中でまたテイクダウンを取って朝倉海選手が立ち上がるっていうところで1ラウンドが終わんねん。でこの時点で1ラウンド、前回準決勝の試合と同様に荻窪選手がテイクダウンの意識を植え付けんねん。あー、なるほどですね。朝から海選手にテイクダウン来るよ、打撃行くよ、テイクダウン来るよっていうので意識づけさせて2ラウンド。で2ラウンドは海選手の打撃が当たり出すね、ジャブが。やっぱ海選手のジャブが結構まっすぐさって出るから、結構相手からしたら、荻窪選手からしたら嫌やと思うね。でそこでどんどん朝から海選手からしたら自分のペースに持っていきたいっていうところやねんけど、前回と違うのは荻窪選手がそこで反撃して朝倉海選手のペースに持っていかせないっていうところが良かった。あと荻窪選手がこう構えてて、ふってこう下がんねん。ああ、それめっちゃ印象に残ってます。で下げて朝倉海選手が結構前手のフック振ってくるから、それをフックかわしたりジャブをこうかわしたりして、朝倉海選手からしたらすごいちょっとあれも嫌やったかなと思う。でそこで
大久保選手が今回も片足タックルからテイクダウンを狙いに行くっていう、その動作をどんどん入れ出してくるね。まあ、それでも朝倉海選手は耐えんねん。なかなかテイクダウンさせへんねんけど、大久保選手のタックルがやっぱそこで何回も行くから、そのフェイントに騙され始めんねん。あー確かに反応する。なるほどっすね、うん、でそこで打撃が大久保選手のパンチが当たったりしだすねんな。だそれがやっぱり良かったよな。だからそれが大総合格闘技の醍醐味であって、やっぱ大久保選手がやるべきことをしっかり今回試合でできてたかな思うね。あーなるほど。会長思わへん。でもやっぱタックルあったら打撃、タックル来るかもわからんってなった時に打撃反応しにくいやろ。あー確かに。うん、まあ、それをやっぱちゃんとやっていくのがやっぱ大久保選手だと思うからな。うん、ていうかあのテレビでも見たけどしつこいぐらい言ってたもんな。うんうん、もうしつこくしつこく、うん、3ラウンドなんでもうめちゃめちゃしつこかったから。あでそっからやっぱそのタックルを使ってのフェイントをどんどんつないでいくな。でそっからテイクダウン取るね、はい、でテイクダウン取ってガブって4点ポジションの膝入れたり、バックでスタンド バックになったりとかして、まあ、大久保選手がペース握っていく。でこれもさっきの同様で井上選手、うんうん、準決勝でそれをされて、うん、体力削られてきたやろ。あーなるほどね。で海選手も1ラウンド2ラウンドで体力削られてきてんね。削られる原因としたらさっき言ったあの全部攻められてるからですか。そうそう、テイクダウンね織り交ぜてくるから。あーうん、で絶対きつなってくるから、 いくらディフェンスしても疲れてくるね。あーで3ラウンド始まった時にあの海選手がグローブタッチしに行くような素振りをして、でも大木久保選手がそれをせずに戦って、あーっていうのはもう大木久保選手はもう完全にぶっ倒しに行くっていう、やっぱそこの気持ちしかないと思うね。グローブタッチをしてもしなくてもどっちでもいいんやけど、うん、俺は今回のその決勝に関しては大久保選手のやっぱ気持ちの決意が現れてるんかなと思って。ああなるほどですね。うん、まあこのラウンドは朝倉海選手がもう行かないと絶対勝てないから、うんうん、だから KO で一本で大久保選手にやるしか朝倉海選手は勝ち目ないなっていうのはやっぱ思ってたから、今朝倉選手は行くのかなと思ってたけど、前に出るけど一進一退の打撃の攻防で、やっぱ大久保選手のさっきも言うようにタックルがあるかもわからんっていうプレッシャーがやっぱ大きかったかなと思うね。あポイントはそこなんやな、うん、なるほど、うん、でもその中で大久保選手がタックル行って朝倉海選手がタックル切って、うん、で打撃戦になってまたタックル行ってどんどん押し込んで四つなってまた切られてタックル行って、で最終的にそれを最後までやり抜いてる大久保選手が。あもう1から3まで、うん、はで最終ラウンドなんて特にもう常に切られても攻めて、片足で切られたら両足に切り替えて、で四つなってまた打撃で組んでっていうのを繰り返しして、もうこれは朝倉海選手も根負けみたいな、そんなのがあったと思うし、もう最後はやっぱ最後まで諦めへん遂行した大久保選手が今回の試合は朝倉海選手を完封したかなと。あ、うん、攻められてる方が削れるんかな。うん、攻められてる方が削れると思うし、攻める方も疲れるどっちがいるとどっちが疲れてたのかな昨日。あそれはもう朝倉海選手の方が疲れてる。あ攻められてる方が、うん、だから攻めてる方がいたら、まあ攻めた時に向こうがある程度ディフェンスされて力使わされたら疲れんねん。あ、うん、でもあの試合に関しては荻久保選手が力の関係で言ったら 6-4 ぐらいで入ってるから、あそんなに疲れへんと思う。なるほどですね、うんうんうん、結構でもあれですよね、もう予想外な試合になったなっていうのは、うん、みんな思ってるんですけど、うん、まあ、プロ目線で言ったら、まあ、あり得る話なんですかね、うん、ただこれもさっきも冒頭で言ったけど朝倉海選手が怪我してたかもわからんっていう、うん、そういう情報もあるから、うん、だから拳を怪我しててパンチが思い通りに出されへんかったから、まあ、こういう展開になったのかなっていうのもあるかもわからんけど、うんうんうん、まあそれもほんまにトーナメントやからもうしゃあないな。あ確かに怪我しててそれで試合するんやから、もうそれ言い訳にはできへんし、うん、本人も言い訳にもしてないから、うん、だからもうこれはもう大久保選手の 100% の勝ちだと思う。あ、うん、確かに昨日強かったですね。うん、強かった強かった、ほんまに。まあでもさあな、井上選手これもずっと優勝すると思ったから、うん、でもあの今回 あの上がってくるので、うん、記者会見で朝倉海選手は荻、うん、久保選手が上がってきますって言ってて、ああそう、うん、朝倉海選手の見立ては当たってましたね、うんうん、そうやな、当たってんな、まあ、その言ってる通りになったからな。荻、うんうんうん、久保選手からしたらもうリベンジできてよかったと思うし、あ確かに、うん、まあ、2021年は荻久保選手の年やったんちゃうかな。いやなんかファン的な目線で思ったのが、うん、
あの荻窪選手って結構強いと思ってたんですよ、うん、で朝倉選手にあの以前圧勝で負けたやん、うん、そっからなんか自分の中で、うん、結構あんま強くないんかなって思うと思うて、うん、それで評価が多分下がったと思うんですよ、うん、ああいう負け方したから、うん、で今回完璧なリベンジマッチであの荻窪選手の価値、うん、さらにまた戻してきたし、うん、また上がったと思うんですよ、うんまあ、だからこれで2022年にバンタム級がどうなっていくかっていうのが、まあ、これからの楽しみなところで、まあ、今の国内選手だけで回していくって なると、まあ、俺はまあ井上選手ともう一回見てみたいと思うし、でもお互いに井上選手も朝倉海選手も負けたわけやんか、うん、そこで海選手と井上選手の試合もいいかなと思って、あでもそれもめっちゃ面白いよね、うんうん、確かにそれシンプルに見てみたいなと思うねんな、うんうんうん、その可能性あるよな、うん、負けた者同士で荻窪選手に、うんうんうん、これは実際自分で勝手に決勝はその2人と思って勝敗予想もしてたから、うん、逆に自分の答え合わせとしてその試合見てみたいなっていうのがあるな、あ、うん、なるほどですね。いやでもまさかの荻窪選手やったんですけど、うん、でもそれってプロの格闘家も井上尚弥選手の優勝予想してた、うん、しとったやん、うん、やっぱそこはもうほんまに結構覆ったよな、うん、まあ、そうやな、うんうん、まあただね今これちょっと喋ってみてちょっと話が広がらなかったなっていう、いやでもいける全然広がってるし、うん、まあ全然まあこれに関してはほんまにそういうことないなと思って、うんうんうん、今の解説はまあ結構参考になったんですけど、うん、ちょっと質問していいですか、うん、あのですね朝倉海選手が、うん、まさかのまあ一般的に言うとまさかの荻窪選手に負けたやんか、うんうん、それで国内の選手に負けてるわけやん、うん、で堀口選手はもう今いてないやん、うん、でまあ単純に朝倉選手は国内選手で止まってしまうのか、うん、世界ではな通用せえへんのかなと、うん、一瞬思ってる人もおると思うね、うん、それって世界で戦ってきた UFC ファイターとして海外の選手見てるわけやん、朝倉選手ってこれから国内止まりなんか世界で活躍していけるのかってどうなん、まあ、今の段階で言ったら、まあ、俺の見立てで言ったら、まあ、海外のトップ選手に勝っていくのは厳しい、あー厳しいや、うん、今はやっぱ厳しい、だからこっからレベルの底上げしていかな厳しいと思うで、あー、うん、やっぱその俺は朝倉海選手見ててやっぱ組み技にやっぱそこに弱点感じるから、そこをやっぱ上げていかないと、え組のどういうところに弱点を感じるんですか、だからもう組が、ま、シンプルに強くない、あー、うん、立ち上がったり体の身体能力は高いと思うけど、その技術的な部分をやっぱもうちょっと高めていかないと、海外では海外の選手に勝っていくのは、まあ、勝てんことないかもわからんけど、まあ、確率論で言ったら厳しくなってくるよな、あ勝ったり負けたりとかそういう感じになっちゃうんや、うんうんうん、やっぱ打撃の選手やから打撃一発当てたらそれでまあ勝ってしまう部分はあるけど、うん、なかなか厳しいし、こんだけ試合していったらやっぱそんだけの情報作戦も立てられるから、うん、海外なんかもちろんみんなチームでめちゃめちゃ研究してくるから、あそうか、それこそ作戦とか、うん、そうそう、そういう面でも、うん、国内のやっぱり選手よりもっと強いんか、うんうん、だから堀口選手がアメリカで所属してるチームとかでもやっぱり研究めちゃめちゃ作戦立ててくるから、あーコーチがおって、うんうん、なるほど、うん、だから そこはめちゃめちゃやってくると思うし、堀口選手は朝倉海選手に勝った時はちゃんとハーフキック下の蹴り、多分あれも作戦のうちやと思うな、あ朝倉選手が海外で活躍しようと思ったら、うん、やっぱり寝技の部分が絶対に必要となるっていうことなんですかね、うん、だから寝技をそこで決めるまでの強さは別にいらんと思うけど、うん、回避したりとか対応力、そこをやっぱり必要になってくるんちゃうかな、あなるほどですね、うん、だから簡単に寝かされない、うん、だから今回は大久保選手にテイクダウン取られたやんか、やっぱあそこを切って相手に力使わせる、うん、使わせたところをまた打撃で反撃していく、あそういうのが一番の勝利への近道になってくるんちゃうかな、俺がもし朝倉海選手と試合するってなって完全なストライカーやんか、それされたら嫌やん、あなるほどですね、うんうん、だから自分がされて嫌なことをやっぱりやった方がやっぱいいよな、例えばソロスターがもし監督とするやん、うん、あのバンナム級の選手、うん、将来海外で勝たせるために一人スカウトできんねん、うん、で井上尚弥選手以外で井上選手って言うと思うから、それはこれからの伸びしろとか含めて誰をスカウトする、朝倉海選手やな、やっぱり朝倉海選手なんや、うん、やっぱっていうことはポテンシャルとかもやっぱりめっちゃ高いってことやな、ポテンシャルあるし、うん、これからめちゃめちゃ強くなる、もちろん今も強いで、うん、強いけど世界と見た時に、うんうん、世界で戦っていくっていう考えた時にはやっぱ
希望があるよな。ああ、うん、なるほどですね、うん、見てみたいっていうのはあやっぱりそういった意味で朝倉海選手もこれからまたさらに、まあ、この負けをして、うん、またさらに強くなるというのが楽しみですね、うん、やっぱ負けることによって負けは良くないで、でもそれをプラスに変換できるのもその選手次第やし、俺も負けて強くなってきた選手やから、ピンチはチャンスじゃないけど、うん、その負けをどんだけ自分のプラスにできるかっていうのがやっぱ選手 の、 あの魅力の強さのうちの一つだと思うから。あなるほどですね、うん、まあ、それで、まあ、次の動画で、まあ、お兄ちゃんの朝倉未来選手と斉藤豊選手の動画をアップするんやけど、まあ、もう結果はもう皆さん知ってるから朝倉未来選手が、まあ、リベンジを果たすことになるんやけど、前回斉藤豊選手に負けて、そこでやっぱその負けを強さに変換したのがお兄ちゃんやし、まあ兄弟でいいもん持ってるから、やっぱ弟の海選手 もう今回の負けをプラスに必ず変換できる選手かなと、まあ、僕は思ってます。はい、なるほどですね、うん、で今回は大木久保選手がその朝倉海選手に完封したということで、もう大木久保選手の強さが光った、その井上選手をしっかり倒した大木久保選手、まあ、これ国内でバンタム級最強証明者と思います。ね、この2022年その最強のバンタム級最強の大木久保選手がどういう試合をしていくかがまた注目になるんで、僕自身も注目したいと思います。ありがとうございます。そしたら次はいよいよもうこのシリーズの最後になりました、うん、大鳥の朝倉未来選手 VS 斉藤豊選手の試合を振り返って、うん、ストラッサーが本当に試合を見て思ったこと、うん、最後ズバッとよろしくお願いします。はい、じゃあ次回ということで、次回は朝倉未来選手と斉藤豊選手の試合解説、深掘り解説をやるので、皆さんよかったら見てください。あと、今回の試合に関しても、皆さんのご意見あればコメントにどんどん書いてください。よろしくお願いします。そうですね、うん、例えば、一般の人が聞いたんやが、うん、今回朝倉海選手負けたやん。うん、だからそれはたまたまってみんな思ってるんやったら、そういう人多いと思うね、うん。たまたまって思ってるんやったら、マジたまたまとか、大木久保選手の方が強いとか、うん、そんなん入れてほしいよな、うん、まあ、そんなんも含めてコメントぜひよろしくお願いします。ということで今回最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。